はい、おじいでーす。今日はね、あー疲れた。今、うわ、もう21時になっちゃうよ。21時だよ。よいしょ、今お味噌汁作ったんで、これからご飯なんだけど、よいしょ、今日ね、受け取ったお茶、よいしょ、今からね、確認したいと思いますね。宇治田原、宇治田原製茶場のね、お茶です。で、うちの親父がね、ずっと買ってたらしいんで、で、親父宛てにね、2回目かな、今年ね、あの新茶のなんか去年もそういえばね、来てたんだよ、なんかね、なのでね、なんか新茶ないよってこうやって来ていたので、で、インターネットで調べて、まあ名前は違うけど、あの同じようなのを売ってたんでね、まあ、あの名前は違うけども、なんか100円こっちの方が安いかなと思ってね。で、なんかあの5000以上代引き無料だしね、なんか茶碗もくれるよっていうことで、で、これね、いつもおじいが飲んでる 200g 1000円ちょっとのやつって、あの荒茶なんだよね。荒茶でいろんなの茎とか、あのそういうのも入ってて、でもなんかね、結構これに近いような感じなんだけど、まあ、ちょっと、全体的にミックスしてるんだよね。で、これはそういうやつじゃなくて、まあ、あの新茶の締め立て瓶ってやつで、でこっちはね、ちょっと値段がちょっとだけよろしいんだけども、新芽の部分を積んでやつね、でこっちの方がなんか多分あの甘いと思うんだけども、香りもね、まあ、栄養もあるんだけどもね。まあ1キロ250が4本で5940円と9880円ね。まあおじい大体あの買う時はこっちだけど、あのいつも買うとこ育たしてからね、美味しくねえなと思って買わなかったんだけど、うちの味がね、多分いつも2種類買ってて、でよっしゃっぱやるよっつって、持ってくる、ああそっち、こっちの方がいいやつだからそっち持ってけって言われて、で待って、ああうまいねっつって飲んでたから、多分ここのお茶だと思うから、こっちを買ったんだね。おそらくこれだなと思って、わしのこと思い出してね。で、わしが死んじゃうね、その年かな、あのお茶で安いの買ってきたらね、やっぱ出ねえって、あの過去の動画にも言ってるんだけど、やべえ、やっぱ安いからマジっつって親父がね、お茶くらい美味しいの飲むよっつってね、言ってたんだよね。まあそれも前、あの雑談で言ったんだけどね。まあそんなこんなもあってね、あのいつものお茶屋が第2土曜日に来るんで、まあ、今週の土曜日来るんで、まあ、その時に新茶買おうかなと思ったんだけど、まあ親父との思い出がね、あるので電話して注文したというわけです、ね。さあどうかな、よいしょ、新茶新茶、よいしょとね、うちの親父の名前でね、ちゃんと来てるねあらあら、ここなんか洒落た感じで、ここいいじゃん、これびっくりした。なんと、うわー、うわー、すげー、ほらほら、うわー、これ素敵、これと似たようなの、あのアイドルのやつおじいあるんだけど、うわー、めっちゃ素敵な箱に入ってる。これで1キロ入ってんの、本当に大丈夫、これ騙されてない、おじい。でこれがおまけでつくよって言ってた茶碗なんだけど、でもうちのじこういうの何もなかったな。2個、ほら、まあお茶のものにもいいけど、なんか他のもの入れるのにもいいね。このままよくしまっとくでしょ、お年寄り。どんどん出して使わないとね、取っといても、何十年もずっと取り、結局はすることになるんだから、誰かがね、
どんどんこれまではね、敷かないと、ね、うん、はい、これがね、おまけでくれます。よくね、地元のところもね、お店に直接来てくれないんだけど、なんか初めてね、なんだか注文すると給食セットくれたりとかね、するんだよ。まあ、これでおじ今これ洗ってこれ使うかな、ちょっとこれで飲もうかな、お茶ちょっとね、どっちが、まあ、こっちかな、うん、こっち使う、ちょっと洗ってくるよいやちょっとこれ眺めてて、ね、ちょっと洗ってくるよ。今あーっって思ったけど、2つ持ってって洗えばよかった。1個お湯を冷ますようにしてこうやってねよくやるんで、よいしょ、ベッ、あ、ハサミもうめんどくせえなまあいいや、はい、じゃあね、これ開けたいと思います。いやー、かっちょえー、よいしょ、おしゃれだね、こんななって送ってくるなんて。はあ、こうやって入ってんだ。これで本当に250入ってんの？いつも買ってるお茶もうちょっとだと思うんだけどな。でもあるんだろうね、でもね、インチキだったら。でもずっしり入ってるな、細かいからだね。はい、こうやってね入っております。じゃあこれこのまま入れて、じゃあ保存しておけばいいんだね、うん、よし、さあ締めの方買ったから美味しいかな、美味しく入れられるかな、うん、じゃあ今ねお湯パンって沸いたでしょ、よし、ちょっとなので、よし、でね、あ、そうだ、ここに添加ベルあるから、これでお湯を冷まして、こうやってね、うちの親父がやってたようにで冷まして、よいしょ、でお茶缶があるから、いい香り、うん、お、いいお茶っぱだ、うん、おじいいいお茶っぱだよ、うん、よいしょと、うん、甘い、いい香り、おー、うちの親父がよく見ていいお茶の、あー、いいお茶だ、ほら、お茶っぱが、ほら、見える、ほらね、うん、お茶っぱ、いいお茶っぱだこれは、うん、うん、これちょっと期待できそうだな、
ほら、お茶っ葉。ほら。ねえ、美味しそう。これで、でしょうだな、もうこれは。多いかな。うん、おじい、黙って子供の頃から、だって、この2、3杯ぐらい、あーなんてね。よく親父が言って、あーって。まだ暑いな、うん、あのいいお茶はね、いいお茶ほどあのよいしょ、温度がね低くなってるからね、うんうん、よく思い出せ、親父が入れた入れ方、お前は下手くそなんだっつってね、暑いなやっぱな、まだな、暑い全然暑い、暑いな、おお暑いな、そんな冷めないよ思ったより、うん、よーくあのまだまだまだってまだあってまだまだまだってね言ってたんだよな、うん、なんでこれ潰しようか、でなんかあのうちは前の食べないんだけど、うちの味はあの羊羹とか好きだったからさ、ねえ、うん、あの栗羊羹とかね、親父好きだったな、ほんと、なんかしょぼいやつ買ってきちゃう、なんか、うん、ニコニコしながら食べてたな、うん、まだ暑いな、うん、で、うわ、ブック茶の間6月号だって、今日の便り、へえ。でまた500円券がある。500円がある。次500円割引なの。え、じゃあ前回このあれなかったのかな。でポイント貯め、今何ポイント、ポイント貯まるとなんかくれて、ポイントどうなってんだ、おい、お味のポイントどうなってんだ。ポイントをいずれか言ってて、何書いてあるか分かんないけど、時計とかなんか電子レンジとかなんかあるけどさ、なんかドライヤーとか、うん、ね、時計がいいな、これ、時計なんて書いてある、これよいしょ、これなんて書いてある、あ、これピント合わねえか、電波時計だったら欲しいな、300ポイントだって、300ポイントさ、なんかあれだよね、多分3万円ぐらい買わないとあれでしょ、うん、でもお知らせ溜まってんじゃねえのかな、ポイントこれどうやって溜まるんだ、これわかんないけど、茶の間なんかしっかりしたあれだね、うんうん、この人誰だろう、うわあ、もうこういうの見たことねえからな、ほんと、なんて書いてある、表紙の人とおしゃべり、あ、表紙の人ね、生田智子さんですね、お芝居もプライベートも楽しむ第一人者、ああなるほどね、素晴らしいです、で、うん、なんか お茶の世界とかね、うん心を整えるお芝、なんかこういうところに出てくる人じゃないような感じしてるけどな。ティー、ね、トゥギャザーしようぜ。ね、まあ、暇な老人はこういうの見ながらお茶飲むんだろうね。まあ、いろんなのがあるよ、泡立つ、なんか本物のお汁とか。ああ、で、結局かね、ああそういうやつなんだね、これね。ああ、わかりました。なんかクリームとか、頭のやつとか、あの、なるほどね。お茶の本だと思ったおじいがあれだったよ。わかりました。なるほど。暑いな、まだ。暑いな。うちの親父、こういう時はこうやってなんか、こう入れ替えてやってたな。よいしょ。こうしてね。
あのおじいがね、うちの親父のあぐらの中にね、ちょこんってこう入りながらね、こうやってやってたんだよ、こうやってやるんだぞって、ね、うん、よし、こんなもんだな。で、こうしたらね、ちょっと蒸す、うん、蒸す。どれぐらい、うん、まあ1、2分ぐらい蒸せばいいかな。まだあった、まだまだ、ね、もういいじゃない、まだまだって言いながらね、私がよく言ってたよ、うん、こぼしたから、よいしょ、ちょっと拭こう、うん、テテレテッタ、さあ、おいしいお茶が入るかな、よいしょ、うちはじゃあよくね、キロね、2キロとか3キロとかね、多い時4キロ5キロ、自分がすごいガバ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 お茶っ葉使うから、あの本当子供の頃からね、バッサバッサ入れて、こういうのが大好きだからバッサバッサ使うから、結構いっぱい買ってたんだよね、あの毎年ね、お茶屋さんに直接行って、あの農家で、農家のね、お茶農家に行って、さあ、もうそろそろよろしいかな。マジ、見ていたら、うまく入れる練習だよ。よっ。どうだろうな。茶の心、そう、さあ、はい、ちょうど温度もね、すごい良さげに入ったと思うんだけど、どうでしょう。ほら、お一緒に入ったでしょ、見える、うん、ちょうどぬるさもちょうどいいしね、うん、いただきます。うん、新茶の深蒸しの香り、いい香りで、あのおじガーッと濃くしてお茶漬けで食べるの好きだったんだよあのキロ1万5000ぐらいのね、玉露でお茶漬け食べるの好きだったんだよ、ね、あのお客さん用のやつこ取ってたので、パッパッパッパ使ってまたこれすげえ減ったらどんだけ使ってんだってよく言われたけど、いただきます。うん、おいしい、あー美味しい、この若葉ね、目のとことかこう摘んだあの味だ、親父があのうん、よくあの大事にしてたお茶の味だこれ、うん、これ美味しい方のお茶だ、美味しい美味しい美味しい、すっごい美味しいで、あの お茶普通のお茶買うとなんかね、あの農薬臭いっていうか、ちゃんと深蒸ししてるから全部洗ってこう茶葉やって蒸してるから、そういうのはないんだけど、なんかね、あの独特のなんか変な匂いがあるんだよ、なんかね、これそれが全くない、ほんと美味しい、もう茶葉本当のね、お茶っ葉って感じ、うん、うん、今この温度がおじい自分で今まで入れて成功したことがないぐらい、うちの親父が入れてくれた温度だ、親父が調整したか、ほんとびっくりするぐらい、親父がもらうとこれぐらいの温度なんだよ、あのぬるめのね、うん、いやー、ほんといい色出てるわ、ほらで、あの渋みがもうほとんどなくて、もうあの本当生茶って感じで、甘みとにかく
渋みがなくて香りが良くてブワーンという香りが広がった後、下ベラの表面に甘みがずっと甘い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 ってずっと今も残ってる。で、テラなんてコーティングされたみたいに甘いコーティングになってるお茶の。これはね、久しぶりに美味しいな。これうちの親父に言わないと出てこなかったお茶っ葉だなこれ。うん、うん、ほんとうまいなここのお茶。あのね、これね、うまいなこれ。あのキロね、通常キロ16,200円かな、ちょっとよく見えないけど、16,200円のお茶が9,880円ってね書いてあって、で、だいたいね、新茶おじいこの間買ってきたのが 50g 1000円のお茶をスーパーで買ってきたんだよ。新茶のワゴンでね、お茶屋さんが持ってくるやつで、あと通常 80g 1000円ぐらいのね、だからキロ8,000円のお茶とお、だいたい 50g100円だと、1000円だとキロ2万円のお茶ではね、だいたいそれぐらいで、この間飲んであんま大したことないなっていう、うんね、でこれがね、通常キロ16,000円で、まあ税別15,000円ではね、キロ15,000円で、だいたいなんとか茶でいくと、だいたい玉露クラスだよね、15,000円というと。でそこら辺のお茶もカパカパ飲んでたけども、おじいがずっと、まあ物価もあるけどね、昔からの15,000円っていうと今で言ったらもっといいお茶かもしれないけど、このね、お茶のね、本当にこの生々しいこの茶葉っぽいこの感じと、この甘みのポワンポワンポワンっていうのと、あのなんかツンってくるような、なんかちょっとこう変なのお茶の農薬っぽいな、あれは全くないし、だ本当にね、ぬるい状態の本当いいとこだけ摘んだやつ、おじいよく言ったけど、それのやつで美味しい、こんなに美味しいの久しぶりだよ。大当たりこれ、めっちゃめちゃ美味しい。これはね、買ってよかったわ。やっぱ暑いわ。あちちちちちち、まだ冷めてなかったの。で、こっちと、こっちを突き出せばちょうどいいかな。おいしい。いやー、うまく入ったな。自分でさ、こんなに満足するように入れたこと一回もないんだよ、過去に。もう2回目もちょっとお湯飲んであれかもしれないけど、うちの親父がプロだったんだけど、いや、それに匹敵するぐらいね、うまく入ったんじゃないかなって思うね、今の。もう2回目はもう1回目と比べたら、ほらちょっとね、ちょっとトロトロっと感が違うっていうかね。それでお茶ってね、濃く入れると苦いって思う人いるでしょ。いいお茶はこれ苦味何にもないよ、甘みしかない。お茶のほら、お茶の本来の苦味ってあるじゃん。でもこの新芽のこのこう若葉のちっちゃいね、もうほんとみるい状態のやつを取ったやつって、そのお茶の渋みがないんだよ。これはね、美味しい。うん、2回目だけど浮いてるんだけど、美味しい目印のサインがね、浮いている。
なんか埃みたいなね、うん、埃じゃないんだけど、まろやかで美味しいわこれ。普段飲むのにはね、これね、普段飲みの時はお茶漬けにしたりとかして食べる時は、多分こっちの方がちょっとお茶らしい、苦味があってね、普通の葉っぱの、だ通常のガブ飲みはこっちなんだよ。でこれがね5900円だから、だけどこれでもキロ1万1000円って書いてあるのかな、ちょっとよくわかんないけど、だキロ1万円だから悪いお茶ではない。それが5940円だから、まあでもキロ5000、6000のお茶っていうと大体普通に一般に飲むお茶だけど、ここのねお茶屋さんのこれはね、普通さインチキなとこだとこの値段を高めに設定して、 ここの値段相応のまあ味なんだけど、ここはね正直に本当にこの値段のお茶をこの値段でって感じだから、お茶だけはね、お茶はね本当もう物心ついた時からおやじの膝の中でずっとね、油の中で一緒に飲んできたからわかる。このお茶はキロ1万円で買えないお茶だね。美味しい、これは美味しいです。これね通販でしか買えないけど、これねインターネットで調べるとここのお店すぐ出てくるんだよ。この京都だかな大阪だかな、どこだかな、そっちの方だよね、株式会社宇治田原製茶場ね、ここのインターネットサイトがあるんだけど、やっぱちゃんとしてる、ね、美味しい。これはあれだよね、これをつった時にこれさ、これを買いたい人いるでしょ。これ ここね電話するとなんだっけ、フリーダイヤル電話するとさ、で最初に910を言ってくださいって言って、はがけどこ行っちゃったかな。はがけ興味ある人いる、いたら教えるけどね。そうすればねこれとね、確かね何月前だかな、これね最終便がね7月だか8月だか前だかな、これいよいよ最終便ですって言うから、ね、終わっちゃうよ、ね、私ちょっと興味がある人いたら見るよ。全然見えなくなっちゃったから、おじめがね本当に、いやこのお茶美味しいな。いつもコスパ最高って飲んでるお茶飲めなくなっちゃう。あれまたガブ飲みでいいんだけど、でもガブ飲みのやつそんなにすぐ出なくなっちゃうからね、2回飲んで終わりだからね。これは美味しいな。うまい、本当にうまい。これはね、よいしょ、ポンポン、まあ、3回目ぐらいまではまあ、なんとか美味しく飲める、ね、まあ、この量でね、お寿司屋さんみたいなああいうでっかいので入れたら、まあ、2回目はちょっと無理かな、美味しさはね。だ1杯とちょっとぐらいかな、まあ、それもお茶っぱいだからいっぱい入れちゃうんだけど、おじでっかいので飲んでたからね、すごいいっぱい飲んでたから、お茶大好きだから、まあ、このお茶っぱだったらもうほんとこのちっちゃいので、まあ、3回飲めればもういい方かなっていう、そんな感じだね。いや
それでもあのヘンテコリなジュース飲んだりとかするよりは全然コスパ最高なんだよ、お茶って、コーヒーもそうだよ、あのどっかのねスーパーカー YouTuber がね、あのなんかコーヒーのこれさね紹介的にね、僕ねコーヒーめミルクジュースって入れるへんねんだけどなんてね、あのそんな動画もあるんだけどね、で下に読んで、うん、苦いとかってね、そういう安っぽい、コーヒー、そういう苦い、ね、しょぼいコーヒーは苦いんだよ。だからちゃんとね、おじいみたいに、お豆、ね、ブラジルナンバー2とかね、そこら辺のお豆を、ね、ガリガリってやって入れて飲んでごらんよ、濃くしても全然苦くないから、甘いから、ウセトウトミルク入れないと飲めないけねんだけどって、だそれコーヒーがしょぼいんだよ。だからね、それと一緒、あのお茶もね、うちそんなにすごい濃くして苦くないのって、おいしいお茶はね苦くないんだよ。こう汗がブワッと出てくるの分かるね、お茶ね、ほらもう代謝がすごい良くなってきた。おこれお茶飲んだだけでこんなに汗出るんだよ、ね、健康にいいでしょお茶。うん、お茶っぱ結構いっぱい入れた方だと思うんだけどな、バサッと。よいしょ、まあお茶ぐらいはな、ほんとお茶ケチって安いの買って外れだっつって、あのシャツと同じだよレオタードって言われてさお茶とお米はね、ほんと、うん、はい、3回目ね、3回目こうです。まあでもおそらくなんだけども、この3回目のもうちょっとこう水っぽくなった感じのね、このお茶でも、それでもおそらくこの動画を見てる皆さんというか、これ日本茶をあんまり飲み慣れてない方は、うわまだそれでもすごい濃そうって見えるでしょ、ね、おじいはもうこれ見るとね、まあ一応色は出てるけどもう3番目だからね、うん、まあそれなりかなっていう。あのお茶ってね、色はあのよっぽどしょぼいお茶でない限り、ちゃんとした深蒸しのそこそこのお茶だったら4回目とか5回目でも色は出るんだよ。でも味が何にもないから、出がらしの味だから本当ね、うん、いただきます。まだこれ少ないからね、ああのもうかなりマイルドになって、あの甘みとか香りがねすごく薄くなったけど、まあそれでもそこら辺の変なお茶飲むよりは全然美味しいよ。うん、うん、うまいなあ、ほんと、うん、なんかあもうあなんかあの薄茶としてもみんな知らないよね、ほんとね、薄茶糖知らないよねみんなね。静岡だと薄茶糖とか薄茶あられって有名なんだけど、うん、ほんとね美味しい、うん、で本当はね2はね、ここにこうもうちょっとこう渋みがあるとお茶らしいっていうね、本当にご飯を食べながら飲むのはもうちょっとし渋みがあった方がいいと思うんだけど、やっぱお茶を飲みたい時って、うん、最高だねこれね。だから普段のガブ飲み茶ではないこれね、まあおじいそれをガブ飲み茶で飲んじゃうけどね、うん、だってね、あの日本平とか行くと、あの展望のとこの中に お茶屋があるんだけども、お茶一杯何百円だお茶一杯一杯ね、そう、そこでさ、あの堀屋さんがね、あのおじいさんとかにね、コメントくれる堀屋さんが
静岡遊びに来た時に引っ張りましたんだけどね、あこっちの市に行って こっちにも行ってって感じ でその時に日本では行ったんだけど、堀屋さんにねジュースごちそうになって、あの時何もらったんだろうな、おじいなんかハーブティーかなんかかな、なんか お茶屋さんね、うん、いっぱいいくらぐらいしたっけな、やっぱ何百円したけど、びっくりしたけどね、ほんと、うん、まあね、うん、まあ雰囲気だよね、ほんとね。さあもう一杯今度は自家入れすればよいしょ出るかな、うん、まあこういうのでねガブガブ飲んでるとおじいつもまんかもうちょっと大きい、これよりもうちょっと大きいの飲むでしょ、あれだとねギリ2杯ぐらいで終わり、3杯目はもう色だけ絵の具なんで、ほんとこれすごいちっちゃいからね。でもお茶屋さんに行くとさ、いらっしゃいってね、新茶でどうですかっていう時ってバッて入れて、でほんのこんな紙コップのちっちゃいのにね濃いめに出してキュッ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 って出してクリップッチあって、すごい濃くて美味しくて飲むんだけど、でそのつもりで入れるとやっぱ薄いでしょ。だあれ見本で飲ませる時ってすごいお茶っ葉の量そうなりたいんだけど、お湯が少ないからすっごい濃くして飲ましてくれるから美味しく感じるっていうか美味しいんだよね、うん、だからなかなかねもったいながってお茶っ葉あんま入れないと思うんだけど、うん、でもお茶なんてね、まあ、安いもんだよ本当。変なコーラみたいの飲むこと思ったら、あさあ4回目です。はい4回目、まあこれでもほにゃたかとかね、おーいなんとかとかそういうのよりは全然おじゃあ、ああいうのは、ただ、氷をと言えなくなって言ってるけど、そういうのと比べたら全然あれだよ、変な場所みたいなのと比べたら全然あれだけど、まあ、そこら辺のお店に行って出てくるお茶なんてね、これを10倍以上薄めたやつしか出てこないと思うけどね、まあ人と比べたらまだ全然美味しいけどもね、うん、本当の緑茶の美味しい部分を飲んだ後だともう味気ない。これでもそこら辺のお茶よりは全然美味しいよ。これだけもらって飲んだら、おそらくお茶も飲んでない人に今この状態はいっつって、うわすごい美味しいって多分飲むと思うよ。もう間違いない。こんなに色が出てるのになんかもう味気ない、もう口が慣れちゃってるからね。甘みもだって甘みはあるけれども、もう最初のブワーってもうコーティングを消えないから、甘いやつのすごい甘いんだよ。うん、あー美味しかっためっちゃ美味しかった、うん、まだ入れればね色は出るよ、色は出るけどもう美味しくない、ね、お茶っ葉ね、ほらこんな感じ、うん、いいお茶っ葉だね本当ね。ここのお茶は美味しいわ。でこのお茶っ葉見たらね、おじいそんなに入れるのってね、お茶入れる人はよく多分言うと思うよこれね。これでね、まだ出るよ、うん、おいしょ、これでしょ。だからね、ほんとね、うちの味が言ったけど、お茶っ葉ってね、安いお茶っ葉買うと損なんだよなんでかっていうと、安いお茶っ葉ってほんとにすぐに出なくなっちゃうし、
美味しくないし、いっぱい入れないと出ないし、もう2回目3回目すぐ出なく出がらしになっちゃうし、本当にね、割に合わないんだよ、お茶っ葉って。だからね、うちの親父がね、それずっと言ってた、おじいが小さい頃から、ね、お茶っ葉だけはしょぼいのを買うな、損だって言ってね、本当。さあ5杯目、ああまあこれでやっとお蕎麦屋さんに行くと、まあお蕎麦屋さんに行ってこれで出てきたら、ああいいとこ入れてくれたって感じの、ほら見える、もうこのお茶っ葉だったらもう出がらしなんだけども、でもここら辺のやこれでお蕎麦屋さんに行って出てきたら、わあ一番のいいとこだって感じでしょ、これでね、うん、だいたいお茶、だいたいのお茶ってだいたいこれぐらいでしょ、これね、わあいい色って感じでしょ、これ出がらしなんだよもう。お湯、まあそこら辺の変な話に比べたらおいしいよまだね、うん、あでももう静岡県民もうちっちゃい頃からお茶飲んでるから、これはもうおいしくない、うん、もう飲まないね、うん、ね、あでもあれだよ、ペットボトルのペットボトルだから ほにゃたかとかああいうのに比べたらただ全然味があるしおいしいよああいうのに比べたら、うん、うん、ああいうのに比べたら変な臭いのもないし、全然こっちの方が美味しいよ。うん、うん、あだから お茶はね、本当美味しい。はい、そんなわけでね、やっぱりなんかね、去年は無視してたけど、うん。今年なんかね、やっぱこのタイミングもあったな、お茶もなくなっちゃったし、うちの親父が買ってたんだったなと思って、で頼んでみてやっぱ正解だったな、うん、だっていつものパターンだっていつもの茶コスパいいんだけど、ほんとね 200g 1000円のやつはコスパがすごくいいんだよ。でもね最近ちょっとね落ちてきたんだよ、2年ぐらい前まではすごく美味しかったんだけど、なんかね落ちてきたんだよ、うん、お茶の質が。で去年の新茶の時期に新茶の 80g 支援とかそっちの方をおすすめされて買っての飲んだんだけど、あんまり感動がなかったんでね、うん、これぐらいだったら満足するんだね、うん、よかった、この茶は美味しい、ね、ということで、すっげえ汗今この下すごい汗、すごい汗、ほらこれぐらいやっぱ日本茶っていいんだよね、代謝も良くしてくれるしね、カテキンいっぱいで、このみるい、この若葉の美味しい方のお茶の方がこっちのお茶よりも栄養がたっぷり、カテキンももっといっぱい入ってるし、ね、栄養素もちゃんとしっかり、美味しいだけじゃなくて、だからお茶は本当にやっぱこうランクがあったらもう正直お茶はね、うん、本当、うん、そういうもんですお茶はね、うん、まあお米はねその年とか場所によって値段の付け方がねいろいろあるけど、うん、でも今コシヒカリ美味しいね、今真空のやつに入れて結構何ヶ月経ったけど、真空のやつアンケートのやつで入れて、あ美味しく炊けてるよ、いつもどんどんまずくなっていっちゃうけど、美味しいよ、あ真空の入れ物いいわ、あれ手放せなくなった、お米入れるのにね、全然違う、そんなにいつも炊かないから古くなっていっちゃうと最後ボソボソってなって美味しくないんだけど、今回新婚のやつに入れてるから劣化しないね、本当ね、美味しい美味しい、
でその前に買ったのが去年検証前のやつかな、なんかねコシヒカリダメだって言ってて、お米屋さんがで、その件でまあちょっとお水多めにしてなんて言ったけどね、まあ、それも美味しかったけど、検証前美味しかったけど粘り気が少なくてちょっとあっさりしてたからおじい好みではない。ただすごい美味しかったけどね、美味しいんだけどあっさりしてたかな。おじいはどっちかっていうと、やっぱちょっと粘り気あった方が好きだしね、柔らかめが好き、おじいね、固めよりもね、こんな感じです。まあお米とねお茶ぐらいは美味しいの、そろそろ、ね、食べたり飲んだりしても、まあ、罰が当たらないよね、本当ね。お金一回買えば結構持つしな、いつもスーパーしか買ってないし、このお茶葉も1キロ買うとね、いつも200グラム、あのお茶1ヶ月半ぐらい持つから、で多分3ヶ月、半年ぐらいかな、多分半年ぐらい持つとも、大事に飲んでればね、ガバガバ飲んでたらもっと早くなくなっちゃうと思うけど、ね、だから2キロぐらい買っとけば。まあ安心かなって感じかな、おじいの場合ね、まあ楽しもう、お茶は美味しいですということで終わります。おじいこれから今日お味噌汁作ったんでね、もうじゃがいも芽が出てきちゃうからね、本当玉ねぎも腐っちゃうんで本当一回買うと使い切るのが結構大変なんだよね。最後うわー汗すげえな、本当お茶飲んだだけでブワッて吹き出てくるよ、健康でいいね、ほんと。じゃがいもと玉ねぎ入れて、でかつ節かいて、で今作ってお味噌入れてね、で油揚げね、イオンの 5枚のやつね、それを3枚出してドゥエッて入れて、 お揚げ好きだからね、ドゥエッて入れてで今日積んできたね、水菜と春菊ね、とミニチンゲン菜取ってきたのを丼にパンと入れて、そこにお味噌汁入れてね、いいアクセント、美味しいんだよこれがまたね。で冷凍でチンしてあったねコシヒカリチーンってやって、それで食べる、ね、美味しいよ。やっぱ日本人はね、白いご飯とねお味噌汁、ね、おしんこがないから、おしんこ親父が言うと、おしんこいつも作っててくれたけどね、ぬか漬けとかね、おしんこがなくなっちゃったからね、ほんと。はい、そんなわけだよね。まあ、これは全く意味ないけども。終わりです。今からご飯食べます。お風呂入ってね。じゃあね、バイバイ。みんな、日本茶飲もうね。